たちが金網に入ると動物園になるでしょ。それでなかったと言いたいんだよ。でも今日の選手見ても結構動物園みたいな。じゃあもうよだれ出ちゃいましたよ。あんなこと言うから、ね、汗が吹き出したよ。なんかね、上品。改めてじゃがね、今日のあの金網デスマッチに対する期待、もうアスカに聞いちゃってしょうがないから。じゃが期待ですか。今までなかったよね。ないですね。本当に今どうやってやるのかって想像しちゃいましたよ、うん、どうやって立つんでしょうね、リングのとこに。まだまだね、僕もね、初めての経験ですから、アナウンサーとして楽しみですね。ね、本当に楽しみの一号です。しょうさん、ね、ジャガーさんの帽子って60歳迎えると被る帽子ですか。え違う、うるさい。それは完璧の帽子だった。間違えちゃった。あんまりそっちの話をしちゃダメだよ。本当にもう。さて、もう一人でございますね。F1 がね、本当にあの宮津君、ベルギーからの構想は良かったよ。あ、そう、ありがとうございます。テンポといいね、女子プロレスで鍛えてるから。そうですか。大川君がとても心配したの。三宅で大丈夫かなって。いやきっと満身してると思いますよ。師匠に鍛えていただいて。いや本当に素晴らしい。今日はまた気持ちをガラッと変えて。今日はもう一人でこんな格好してますけどね。なんでそんな格好。暑いです本当に。ね、いやもう今日もあのインタビューですね、試合前とそして試合後と、はいね、ここまで、うん、2回ですよ、ここは、うん、ここまで駆け上がってきて、うん、またあのいろいろね、お話をすぐ、試合が終わった後のホットのですね、選手の言葉をですねお伝えしたいと思います、ね、しかしあの宮君はレポーターとして今日の金網デスマッチある程度、ちょっといろんな機密の部分知ってるんじゃないの。いやもう全然僕は全く知らせてないですね。初めて、ただアジャコングは非常に楽しみに、うん、今回の対戦をね、してますね。今日スーツ着てるんですね。お前はいいよ、もうこれからもう早速あの試合の方に、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ続いてはいよいよ全日本選手権試合です。まずはチャンピオン呼びましょう。トヨタ真奈美選手ですが、3回目の防衛戦、今回は年下の井上京子選手相手ですが、どうですかこの井上選手っていうのは。井上とは井上がデビューした時しか当たったことないんですけど、シングルマッチで。でもなんか最近はすごい力をつけてきて、思いっきりがすごいいいんですよね、で自分一個下なんですけど、すごい見習うところとかいっぱいあるんで、でも今日はタイトルマッチなんで、絶対に負けられないんで頑張ります。体調の方はどうですか。最近ウェイトも絞れて、動きも良くなったはずなんで、期待しててください、はい、じゃあ期待してますんで頑張ってください。さあチャレンジャーの井上京子選手です。獄門入りしたんですね。はい、獄門入りした理由ってのは。いや、それについてはノーコメントということで、はい、じゃあ今日の試合についてはどうですか。今日絶対勝ちたい相手なんで、絶対倒します。自分のどういった面を出そうと思ってますか。いやもうどんな面とかじゃなくて、絶対勝ちを狙います。絶対勝ちます。はい、そう意気込み伝わってきます。じゃあいい試合期待してます。はい、はい、さあ30分一本勝負全日本選手権試合、どんな試合になるでしょうか。ご覧いただきましょう。そして黄色のテープ、井上京子から、あっという間に迫りました大宮スケートセンターのリングであります。今日は全日本選手権試合、これよりチャンピオンが登場してまいります。今や実力ナンバーワンという声も出ております。チャンピオンベルトを巻きまして、トヨタ真奈美リングに一礼いたしまして、今いよいよ登場、トヨタ真奈美。パーマを着けまして、ちょっぴりおしゃれな雰囲気を出してまいりました、トヨタ真奈美の入場であります。
チャレンジャーの井上京子に、そしてチャンピオンの豊田真奈美に今花束が贈られました。おっと、井上京子いきなりチャレンジャーを襲いかかりました。さあどうなるのか、まだ正式な選手紹介が行われておりません。闘志が爆発しております。リング上であります。爆竹が鳴らされております。異様な雰囲気の大宮スケートセンター。今度はまた行った、井上行った、トヨタも負けておりません。おーっと、今ゴングが鳴りました。さあ試合がどうやら始まったようであります。いやー、井上とトヨタ、特に井上の今日のどうですか、挑戦者魂というんでしょうか、簡単には負けたくないという井上京子。試合前投手においては決してトヨタに負けておりません。あのぐらいのやはり気持ちがなくちゃ、阿部さん、今日のトヨタには勝てないでしょうね。そうですね、でもこうやって見るとね、トヨタも追われる立場なんだなっていうのを感じます ね、 今まではね、ウエイトばっかりやってきてますけど、今まではがむしゃらに挑戦してきたんですけども、今本当にね、若い選手の強敵になっている大きな存在になりましたトヨタ真奈美であります。改めてバイオネスアスカ、トヨタ真奈美についてね、アスカの今の気持ちを聞いてみたいですけども、大きく成長したでしょう。そうですね、前回太田で2回戦の時も、小さと2人でね、ベストファイター賞でしたっけ、豊田選手にしたんですけどね、やっぱり私たちがまだ現役の時はまだ今一つだったんですけど、やっぱり今久々に見た試合で ね、やっぱ何か変わったなっていう、やっぱり王者の、チャンピオンの自信っていうか貫禄っていうかね、やっぱりこういう試合をね、タイトル戦を重ねていって、また勝利を重ねていく上で、やっぱり自信がついてきたんじゃないですか ね、 ライオネス飛鳥がやはりクラッシュギャルズとして小さくともに大きくなっていくような、そういった今家庭を組んでおりますトヨタ真奈美であります。さあ今度はトヨタを攻める番であります井上京子。おお、これはうまい。以前何度かトヨタと対戦してね、この子の場合やっぱり腰が反るから、この手の技は他の選手に効かないんですよ。もう、なるほど。でも今はちょっと苦しそうですけど、苦労しましたね、今日。そうでしょうね、はい。とにかく体が柔らかいことでは定評があります、トヨタ真奈美であります。おー、誘い方ね。やりますね。おー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 、これなんかクラッシュが見たらやはり泣いて喜びそうな技。そうですね。これ弓矢固めみたいな体勢になってるんですか。そうですね、サソリ固めから変形の弓矢だと思います。入ってますよね、なかなか細かいことも見せてないですか。そうですね、力を生かしたこうテクニシャンという感じですね。そうかそうか、力がなくちゃこういったテクニックは使えないということでね、なるほど。この選手はね、新人の時からね、一つの技を教えてもその通りに使わず自分式に使うんですよ。なるほど、だからいい意味でね、自分のものにできるわけだ。研究熱心ですしね、はい、そうですね、ただ型ばかりじゃなくて自分のものにするところが、そうなんですよ、やはり井上京子のいいところなんですね、いいところですね、はい。今日はもう少しぶつかっていくのかなと思ったんですけども、トヨタが細かい技で来たら井上京子もちゃんと細かい技で、ね、対応してますもんね。そうですね、この辺りは大したもんであります。後ろからボディシターズに行っておりますけども、篠野さん、はいはい、トヨタの方もね、しかしね、今日はね、新型のスープレックスをね、下げて登場という感じらしいですよ。あ、そう、どういったスープレックスですかね。どういったスープレックスかってのははっきりね、教えてくれなかったんですけども、ね、そうですか。名前はね、ジャパニーズオーシャンスープレックスと、これだけはもう決まってるそうですね。ジャパニーズオーシャン、島根のね、日本海の荒波で鍛えられたこのトヨタに、まあ、ネーミングされたらしいですけどね。そうかそうか、はい、しかしまあそういった大技が出る前、あ、がっちりと足を乗り入りました。しかも決める前に一発ね、顔面に足で蹴りを入れまして、この辺りがね、なんともトヨタの素晴らしいところであります。テクニックを持っております。さあ、今ちょっと井上苦しくなりましたね。獄門島の若い選手たちがぐっとこちらの放送席から井上京子のところに来ております。集まっております。バット吉永の顔も見えております。まさに全日本女子プロレスのリングは今や獄門島対ベビーエースの対決といった様相を呈しております。
今日は獄門島の井上京子対豊田七海の対決で今ロープブレイクが命じられました。ロープレイクであります。がっちりと固められておりました。これは顔面から汗を流しましてようやくこらえました井上。なんとか逃れようというところでありますが必要な攻撃が続いております。また足を固めに行きました。トヨタ、トヨタ井上、トヨタの執念勝ちか。井上京子いかにも苦しそう、ほとんどもう泣きべそをかくような感じで今左手をロープに伸ばそうとしております。なかなか逃れることができません。なんとか指がかかった。今ようやくしっかりと握りました。さあしかし依然として足を持っておりますトヨタマナミ、必要な攻撃。10分経過が今場内に告げられました。この試合は30分一本勝負、全日本選手権試合、チャンピオンがトヨタマナミ、そして挑戦者井上京子という対戦であります。井上京子前線検討、しかし必要な攻撃にちょっと井上京子スタミナを消耗しております。苦しくなりました。アキレス腱に集中して攻めてますね。え、アキレス腱を集中して攻めてますね。そうそう、ね、右の足しっかりと固められております。さあ井上京子、井上京子といったね声援も飛んでおります。大宮スケートセンターでありますが、これはガッチリ決まりました。さあどうでしょうか。あっと、ああ足をがっちりと固めております。トヨタマナミ、おしゃれっぽい雰囲気で登場してまいりました。トヨタマナミでありますが、もう顔面は汗びっしょりであります。夏の暑い時ってのは試合がやりにくいんだそうですけども、しかし熱が入ったいいテクニックを披露し合っております。まだトヨタの攻勢がついている。井上、休む暇を全く与えられておりません。一方的なトヨタマナミの攻撃であります。ドロップキック炸裂いたしました。さあ3連発が入りました。強烈、トヨタマナミの3連発。そして今度は南の奥に上がっている。さあファンにアピールした。そしてトヨタが飛んだ後頭部、後頭部に強烈なキックを入れました。さあトヨタこのままカウント3か。井上なんとか返しました。ファンも沸いております。大宮スケートセンターであります。強烈なキックが入りました。さあ今度はどうか。さあスープレックの体勢に入ろうとしております。どうか、がっちりと決まっている。さあヤーマンが入るかっと、井上京子ピンチを逃れました。なんとかピンチを逃れました井上京子であります。今度は井上、井上反撃に出ようというところ、よくトヨタも粘っています。力が入ります。好試合を展開、大宮スケートセンター脇に沸いております。さあまずブレンバスターが一発出ました井上。まあトヨタに対して今かけた技らしい技ってことを言えましょうね。一方的でしたもんね、トヨタの方が技のスピードが速いんですね。あ、技に入るスピードですね。なるほどなるほど、井上はそのあたりがこれからの大きな課題になりそうですか。トヨタ界の上か、白熱の攻防を展開しております大宮スケートセンター。面白い試合になりました。特に井上が前線検討しております。トヨタがややいつもの動きが見られません。おっと、今度はトヨタ一体型の体勢なカウントはロープに逃れました。トヨタマナミの上京子、
白熱の攻防を展開しております。さあ今度はトヨタどうするか、バックを、おっとまた行った、あ今度はあっとっとっと、お互いにねなかなか自分の思うような技をかけられません。振り子ですね。さあこれはどうでしょうか、力がなくちゃできないですよ。さすがに井上見せますね。しかし今のは十分ではありませんでした。よく技を仕掛けに行っております井上京子、バックブリーカー、おーっとっとっと、振り回して投げ飛ばしました。さあこの後どういくか、おおーっと危なかった、カウント2に決定的かと奪われました。うまくかわしました、トヨタの波であります。チャンピオン危うし、井上京子一方的攻勢だ。さあ井上、あーっと今度はどうでしょうか、本当に体が柔らかいんですね。クロホースという感じであります。カウントは3つ、カウント3が入りました。一瞬だ。今のは阿部さん何が決まったんですか。ローリングクレードルですね。はい、いや一瞬の隙を突かれましたですね、はい、今あのカウント3で決まるとは思いませんでしたよ。そうですね、一応こう待ってる間に相手にダメージを与えるという感じ、そうなんですね、はい、トヨタ南ならではといった感じであります。まだまだ負けたことが信じられないといった感じの井上京子であります。井上京子、いやしかしあの井上京子もジャガーよく戦いましたよね。本当にいい試合しましたね、もう将来楽しみですね。本当本当今日は素晴らしかった。私はもっとあの一方的な展開になるかと思ったんですけども、井上京子全然健闘、これは大いに称賛されていいでしょう。カウント3に対しましてまだちょっとねあの抗議をしてますけども、しかしこれは無理がありません。あーそうかそうか、今あのジェスチャーでね十分にあの肩は上がってたんだと、こういったアピールですね。でも負けてもチャンピオンもあの、挑戦者ももう一点満点したじゃないですか。はいはい、はい、トヨタ真奈美選手に対しましてチャンピオンベルト、そして認定賞が贈られます。上田晋司コミッショナーが陸上に登場しております。大宮スケートセンターであります全日本女子協会規定の全日本選手権試合に見事勝利を収めましたので、このチャンピオンベルトをリーズの栄誉を伝えます。平成年末立ち豊田真奈美チャンピオンベルトは守りましたが、今日はちょっと苦しい防衛戦でした。しかし最後は豊田真奈美らしい、やはりあのテクニックの勝利でしょうね。そうですね、やっぱり技は一つ一つはねやっぱ、はい、のスピードはね、ちょっと豊田が上だと。塩野さん、はいはい、これ変換するんじゃないですかね。え変換するんじゃないですか。お届けがなるほど、10月7日後楽園ホールで行われるオールパシフィック王座選手権にマイソン木村と戦うとなっております。だからこのベルトを返上してオールパシフィックを狙うというのが理由だそうです。今オールパシフィックは強でしたっけ。そうです、ねええ、あということは一つ全日本選手権のチャンピオンベルトを返上して、もう一つ上のランクのオールパシックのチャンピオンベルトを狙おうというトヨタ真奈美であります。次はまさに上り流といった感じのトヨタ真奈美であります。3回目の防衛を果たしましたトヨタ真奈美選手が戻ってきました。はい、お疲れ様でした。すごい試合だったですね。なんか自分では納得いかなかった。なんか1個下でもやっぱり自分ジャパングランプリとかで優勝したりしてるんで、もっともっと引き離さなきゃいけなかったんですけど、あの井上のもうほとんど攻められっぱなしで、そうですよね。だからもうどうやっていいか自分が迷っちゃったんで、すごいなんか出すって言ってた話題ありますよね、自分で考えて、それもなんかタイミングが悪くまた出せなかったんです。ジャパニーズオーシャンのスプレッツはあれまたちょっと次回にということで、10月7日、オールパシフィックの
選手権決まりました、はい、意気込み一言聞かせてください。とにかくやっぱりまた世界のベルトに挑戦させてもらえるんで、やっぱりせっかく来たチャンスなんで絶対もう今度は逃がさないように、うん、絶対に取りたいと思います、ね、全日本のベルト返上してまで来たチャンスですから、はい、ぜひ頑張ってください、はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。さて続いては60分一本勝負6人タッグマッチですが、まずは赤コーナーです、マリングルフとそして高橋選手ですかね、はい、どうしたんですかその物々しい包帯は。これはつい最近ブルー中野のヌンチャクでバックリ切れて今打ったままです。バシはしてません。あ、してない。はい、あ、大丈夫なんですかそんな。休めないですか、試合やりますか、ね、うん、なんかね、北斗選手もちょっとあまり調子が良くないみたいな話聞きましたけど、ブル中野に肩外されました、ね、2人ともブル中野ですか、はい、いやこれはお返しは必ずさせてもらいますね、はい、はい、今日はね、マリンウルフとそして高橋選手ですが、高橋選手今日はどんなレスリング見せてくれますか。足引っ張らないように頑張りたいと思います、はい、もうあなた もう上の方に、ね、なってきましたからね、はい、はい、ね、頑張ってください、はい、はい、という赤コーナーでした。さあ続いては青コーナーサイド、こちらの方に呼んでみましょう、メドゥーサとそしてファイアージェッツ。あ、もうメドゥーサは随分気合入ってますが、今日はどんなプレーを。 We are the dynamic duo! We are talented! We have charisma! And we have class! Do I need to say more? No! どうぞ。ありがとうということで、僕が英語喋れないとよく分かってるようです。はい、さあそしてファイアージェッツ、久々ですかファイアージェッツ。そうですね、すごい久々です、ね、何やってんのあなた。どうぞ、はい、ね、なんか久々になんかファイアージェッツの息のあったところ見たいと思いますが、どんな試合見せてくれます。そうですね、やっぱりあの久しぶりなんでダブルの攻撃とかをやっぱり多くやっていきたいと思います、うん、はい、西脇さんは、はい、相手もちょうどあの同期のマリンウルフということで、ちょっとねこの辺でバッチリファイアージェッツのガッツを見せないと、うん、なるほど、はい、期待してますんで、じゃあいい試合を、はい、ありがとう、okay. Thank you、 はい、はい、ということで60分一本勝負6人タッグマッチ、ファイヤーとマリン久々の激突です。これまた選手紹介にファンが華やかにテープを投げ入れました。女子プロならではといった感じの華やかな演出がありました選手紹介。しかし今日の大宮スケートセンターは再三申し上げておりますように女性ファンが半分、
そして後の半分は若い男性ファンであります。随分ファン層、客層が変わってまいりました全日本女子プロレス。さあ6人タッグマッチ、これもやはりアスカにとっては目が離せませんですね。そうですね、西脇登場してましたしね、はい、まずメドウサそして高橋美香の対戦であります。メドウサ髪をちょっと短く切っております。おーっと長い足を飛ばしました。一発回し蹴りが出ました。そしてロープに飛ばされました。今度は高橋美香か、高橋が行きました。カウントが早くも入りましたが1人であります。メドウサという人も本当にあの安倍さん、よく単身日本に来て長くやってますですね。そうですね、やっぱり ね努力家なんですよね。そしてあの日本のリング好きなんでしょうね、まあ、最近はあの三宅アナウンサーともね大の仲良しになりまして、いろんなことをあの喋ってるようですけども、どうなんですか三宅君、日本のあのメドウサの恋人になってるわけじゃないですよね。何を言ってるんですか。何を言ってるの。いや本当に僕には妻も子もあります。あ、そうそう、そこまで言わなくたって分かってるよ。そして先を争うようにしてまいりましたのが北斗晶であります。あれ北斗はちょっとサポーターを相当あの右の肩のあたりから巻いてますですね、はい、あの肩をね、あのずれるような状態になってしまうらしいですね、すぐ。あ、そう、うん、もう今日のマリンウルフはね、はい、あの南静香も肘のところに大きなねバンテージしてますでしょ、はいはい、あるいはあのこの間ブルなんかのにねヌンチャクで、はい、やられて、うん、まだ3針縫ってね抜歯してないんだそうですね。あ、そう、あで北斗の肩もブルにやられたんですね。あ、そうか、じゃあもうみんな獄門島に壊されちゃってるみたいですね、まあしょうがないですね。そして南静香登場してまいりましたが、これまたちょっと痛々しい感じであります。右の肘、そして右の膝あたり、大きなサポーターを巻いております。南静香の登場であります。さあ西脇光子そして南静香の対戦を迎えまして、制限一際高くなっております大宮スケートセンター。さあ、あの今日は放送席ね、座ってくれておりますジャガーのお弟子さんということになりますとライオネスアスカ、そしてライオネスアスカを慕って弟子入りいたしましたのが今リング上登場している西脇光子であります。はい、はい、改めてあの西脇光子ちょっと元気がないような気もしないではないんだけどな、最近。そうですね、うん、なんかちょっと精細ないですね、はい、結構悩みやすい性格みたいで考え込んじゃうタイプ、でまたその壁を越えるのに、うん、あのパワーを貯めるまで時間がかかるタイプなんですよね。似てるね、あんたにね。あ、そうですか、そうですか、いや、わいかな、これ似てますね。ねえ、僕のところにいないんですから共にあの、いやいやジャガーなんかは早かったじゃない、ね、そこは似てないんですよ。ジャガーさん悩まないもんだって。ジャガーをお師匠さんとしてしながらさ、なんていうの、気分転換のね早いジャガーにもう少しなんとか似てくれれば。そうなんですよね、孫弟子の西脇なんかだってこんなに苦しまなくて済んだもんね。本当ですね、はい、堀田由美子、堀田由美子もね、なんとも魅力的なレスラーの一人でありますが、西脇光子と組んで今一つこれからもう一度やはりあのファイヤージェッツの時代を作ってもらいたい、そんな気がいたします。相変わらず大勢のファンの声援を受けております。堀田そして西脇、今日は青コーナーから登場しております。とにかくあのメドウサが積極的に戦闘に参加してまいります。メドウサレスリングが好きで好きで面白くてしょうがないといった感じのメドウサであります。こういったあのメドウサの大技を見ておりますと、あ、日本に来て随分勉強したんだなと、そういった気がいたします。6人タッグマッチ、メドウサから今度は西脇であります。さあ西脇そして北斗晶の対戦を迎えております。足を抑えカウント2を取りました。さあ今度はどうでしょうか。大技がリング上連発しております。今度は一気に、ああ北斗が飛びました、思い切って飛びました北斗晶。
石脇ミスか。ちょっと強敵になっている。今度は南が飛びました。みんな出ちゃいましたね。え、みんな出ちゃいましたね。そうそう。おっとバックフリーカーに持っていく西脇ミスか。今日は満身創痍といった感じの南でありますが、やはりリングに上がりますと故障を忘れるんでしょう。思い切った攻撃技を連発しております。さあ堀田由美子と手前にいました。ファイヤーゼッツ西脇ミスかの苦しいところをちょっと救うような感じでした。あーっとこれは誤爆でした。高橋美香。さあこういったケースがよくあります。ここは青コーナーチャンスを迎えております。連携プレーです。カウントはしかし2でした。強烈なミサイルキックを見せました。連携プレーなかなかしかしカウント3まではいきません。このあたりは高橋美香の独壇場であります。さあ西脇なんとか今日はライオネスアスカも来ております。いいところを見せたいところなんですが、ここまで全く西脇のいいところは見られません。さあそして南が飛んだ。これまた強烈なキックでやります。さあカウント3か。これはどうか。ピンチを出しました西脇。一方的に攻められております。また南が行くか。今度はバックを取った。ようやく西脇反撃に移りました。バックドロップを見せました。髪の毛を掴んで今度は向こう側北斗が、あーっと逆でした。北斗が今キックを見せました。頭からモンドリ打って場外に落ちました。さあ北斗晶トップロープから飛ぶか。トップロープから飛んだ。トップロープから北斗が飛びました。向こうではおーっといずれもトップロープから叩きつけられました。放送席に叩きつけられました。いやー6人の選手がいずれも場外に落ちました。一人がトップロープから飛びました。壮絶な試合になっております。今日の6人タッグマッチ。さあ、ホットが決められるかどうかであります。今日はいいところだ。最後はカウント3が取られてしまいました。まあ、あの6人タッグマッチでお互いにあのコンビネーションを見せました。最後は西脇光子がカウント3を消してしまいました。勝利者チームがこちらの方に戻ってきました。お話を伺いましょう。はい、お疲れ様でした。いやー痛々しい感じのこのバンテージとサポーターですが、感じさせなかったですね。全然試合になっちゃえば忘れちゃうし、関係ないから怪我は。でもなんかライバルであるファイヤージェッツを何かね、完全に蹴散らしちゃったみたいな感じがあるんですけどね。もうライバルじゃないもの、ファイヤーなんて。ミナミもやっぱり同じ考えですか。そうですね、はい、もう相手にならないというふうに考えていいんですか。相手にならないとかそういうことじゃなくて、うん、やっぱり向こうが倒そうと思ってこない限りはやっぱりライバルじゃない。まだ下の子に押されている部分があるんじゃないかな。最近は。あ、そうですか。ちょっと厳しい意見出ましたが、ね、高橋選手も全然足手まってなってませんでしたよ。そうですか。いっぱいになってたと思うんです。そうです。はい、はい、という勝利者チームでした。何かね、ライバルファイヤージェッツにちょっと厳しいことが出ましたけども、そういうもんですかね。そうだよ、ホットなんて遊んでる暇にかかってくればいいんだ。はい、という勝利者チームでございました。どうもお疲れ様でした。
デンジャラスゾーン大宮ナイトと銘打たれて行われております今日の放送でありますが、リング上何やら不気味な雰囲気になってまいりました。リングを完全にですね、金網が今取り囲んでしまいました。まさに逃げ場のない四角いジャングルと、そういった感じになっております。今日この金網デスマッチを行いますのはブル中野獄門島投手、そして今メキメキ打たしておりますアジャコン、この2人の対戦ということになっているわけなんですけども、いやー、果たしてこの金網の中どういった試合がこれから行われるんでしょうか。阿部さん、まずこの金網です、女子プロレスでは本当に初めての試みになるわけなんですけども、ここまでのいきさつですね、どうしてこんな試合をやることになったか、そのあたりは阿部さん、ちょっとあのファンの皆さんに。そうですね、やはりもうやっぱナンバーワンとナンバーツー、はい、もうアジャがこうどん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 台頭してきてですね、やはりこう対決は避けられない運命にあったと、はいはい、その中でですね、はい、8月19日の後楽園ホール、うん、それで、はい、ブル中の岩本組対、はい、アジャコング木村組で対戦したんですがね、はい、この試合がすごかったんですね。なるほど、はい、もう獄門との身内対決、はい、それでもうアジャとブルが完全にヒートしまして、もうぶっ殺してやるとか、はい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 、ものすごいヒートアップしてですね、それがいよいよ今日金網で決着という感じになりますね、うん、なるほどね。特にこれ男子も含めて国内でも約9年ぶりですからね。さあ控室の前には三宅アナウンサーが言っておりますね。三宅君、はい、話が聞けそうですか。こちらもちょっとピリピリしたムードが漂ってるんですけども、はい、お二方も僕の両隣に来ていただいております、うん、ブル選手ちょっと話を伺ってみましょう。アジャとのついに決着の時が来ましたが、どんな気持ちですか。いや、ただやるだけだ。この間の石川闘技戦見てもアジャの裏剣、実力どんどん上がってるんじゃないかと思うんですがね。まだまだ私は倒せないだろう。で、なんだこの野郎、これでもし負けたら引退という話もありますが、引退してやるよ、絶対やってやるからな。殺される前に殺してやるよ。なるほど、はいはい、ちょっとねアジャにもちょっと話を聞きましょう。もうかなりエキサイトしてますが、アジャはどうですか。まあ今まではブルー選手を目標にやってきたと思うんですけどもね。絶対やってやる、今日は絶対生きて金網から出てくるのはこっちだ。絶対やってやる。やられる前にやってやるよ。なるな、もう、はい、もう準備できましたか。じゃあ下の方に行ってください。もう物が投げ飛ばされ大変な状況です。女子プロレス初めての金網デスマッチ、どんな一体決着になるんでしょうか。まもなくゴングが鳴ります。
さあ、音楽が変わりました。中野選手のデータです。大和ベリングアナウンサーの声も心なしか興奮しております。さあ、選手の入場、続いてはブルー中野であります。花道に行くときは大きく高く湧き上がる歓声。早くも金網を揺すぶっております。一足先に登場いたしましたアジャコング。金網越しにじーっとブルー中野を見つけております。髪の毛をブルーに染めて、しかもブルーのペイントリング220カーブルー中野。さっそう登場ブルー中野。ブルー戦の一戦開幕が刻一刻と近づいております。今日はレフリーがブルドッグケーキ、ユニバースレスリング連盟のレスラーであります。完全に今入り口に鍵がかけられました。そしてアジャとブルの睨み合いが続いております。いや、三宅君、今日はあの試合前のインタビューも相当手荒いもんだったんじゃないかな。すごかったですね、うん、もうちょっと2人を分けるのは僕には無理ですね。ああいう時はね、会場にまでね、実は聞こえたの。あ、そうですか。2人の怒鳴り合いみたいな。あ、うん、もう本当にちょっと止められなくてです ねちょっと、まあ、集大をご覧いただいてしまったんですけども、まあ、それだけこの2人のね、闘志というのが表に現れてますね。はいはい。さあ、時間無制限一本勝負であります。今ゴールが鳴った。さあ試合です。おっと、さあまず先制攻撃を仕掛けておりますのがブル中野であります。やはりジャガー、いつもとちょっと雰囲気が違って、ロープを使ったって頭が今金網に空気がしてありますからね、あの金網が空気になりますよね。ああね、じゃあこういったあのロープ攻撃っていうのもちょっと今までの感じとは違いますね。違いますね。ああ、こういったこともあの対戦する選手にとっても一つ一つが初めての体験ですからね。そうですよね、練習できるやりながら覚えるからね。もうほらブルは早くも金網に直接頭をぶつけてますよ。あと散らしてるみたいですよね。早くもね、いやこれはね、金網に直接頭をぶつけられましたら当然あの期待が切れますね。あ、いきなり期待が切れたようであります。早くも期待が切れましたアジャコング。さあ自分の血を見てアジャコング一気にカットいたしました。ぶつかっていきました。今度はアジャのお返しの番であります。ああ、ロープというよりも直接やはり金網にぶつけております。あーってまた行った。さあ、まさに逃げ場がありません。決着をつけるしかありません。過酷な条件の金網デスマッチであります。日本の女子プロレス初めての今金網デスマッチが開始されました。しかも戦う2人が獄門島のナンバーワンブルー中野、そして現在ナンバー2にのし上がろうとしておりますアジャコングであります。逃げ場が全くありません。今日ここで決着をつけるしかありません。どんなものになるのかなと私思ってたんですけども、阿部さん始まったばかりですけどもどうですか。そうですね、予想以上に早く金網をね、使いこなしているというかですね、はいはい、ちょっとこだわっている ところもあるかもしれませんね。そうですね、それから今投入感をねアジアコングが持って入ったんですけども、逆にあのブルナが使われたりしてましたね、狂気があの普通だったら獄門島の場合次々に搬入されますけど、はい、今回はそれもないわけですよね。そうですね、一応ルールではないことになってますね。セコンドがそれから入れませんからね、まあ、鍵をかけてしまいま、ね、完全に鍵をかけましたからね、はい。あと勝ってこの高い金網を使って外に出るというのが、まあ、あの勝利者になっても一つの条件になってますが、これも戦い終わった後果たしてそれだけのスタミナが残っているかどうか心配なところもありますね。この前のタピラも本当全力を尽くして戦ったんですけどね。そうですか、力が残らないみたいな。バイオネサースかクラッシュギャンブル時代にもこういったあの戦闘方法はありませんでした。そうですね、なんか2人とも阿部さんが言ったようにちょっとこだわりすぎてるっていうのもあるんじゃないですか。そうかそうか、
やはり金網に囲まれていると戦っている選手として金網を意識せざるを得ないとかあるんでしょうかね。そうですね、もっと本当にさっきも言ったんですけど、ここまで来たらもうラフにラフにもう喧嘩でいいんじゃないですか。そうそう、ね、喧嘩マッチという感じで、リングからは降りられませんけど中でやってるんですよね。そうですよね、他の人に迷惑かかんないんですから、はいはい、ね、バックドロップからホールドに乗っていきました。しかしブルナカナ も太ももなんか大変ですね。すごいですね、相当なやはり体重をつけてるんじゃないのかな、今日のこの試合のために。そうですね、そんな感じありませんか。両方ともね、肉弾戦の予想してね、だいぶウェイトアップしてるみたいですね。負けちゃいけないという、ですからブルナカナの動きが、まあ、いつものブルナカナよりもちょっと重々しい感じね。さあ今10分経過がつけられておりますが、時間無制限であります。一応参考のために時間の経過が場内につけられております。トップロープに上がりました。あーっとこのまま落ちた、余震ドロップ、まさにもうこれは狂気そのものであります。強烈な余震ドロップ入りました。花網デスマッチ、ファンがもう興奮しております。確かにこれ見ている方はアスカ興奮しますね。そうですね、お客さんの興奮が大変ですよ。やっぱり何が出てくるか分かんないみたいな、ちょっとね、盛んにアスカの場合はブルドッグ KP のディフェンドをね心配してるんですけども、はい、それはあるかも分かりません。まあ挑戦者ということでね、どちらかというとアジャコング側にややブルドッグ KT 力を入れているのかも分かりません。がっつりと馬乗りになりました。苦しそうな表情を見せておりますのはアジャコングであります。金網デスマッチにまさにふさわしい2人の肉弾相打つ死闘が展開されております。今日の大宮スケートセンターデンデラストン大宮ナイト、さあファンから声援が飛んでおりますがどうでしょうか。あれあれ、ちょっとおかしいですよ。ちょっとさっきからね、確かにバイオネスアスカ、あーっと、まさかと思ったんですけども、やはりアスカの言う通りだったのか分かりません。いきなり今レフリーに手を出しました。ブルーの中でやります。さあロープに振られた、あーっと今度は体当たり、アジャコングの体当たりであります。95キロ体当たり、もう一発いくか、ロープに振って、さあアジャのパフォーマンスが出ました。アジャペースになってまいりました。なるほど、そうしますとわざわざ公平を期してユニバーサルレスリング連盟ですがブルドッグ KT が入っているわけなんですけども、ブルの中野にとってはこれちょっと大変なことになりますね。阿部さん、ね、アスカの見方が正しいとすればありえないですかね。トップロープから今ブルナカノ飛んだんですけども、これは空振りに終わりました。さあ制限時間は無制限であります。どうしようもありません。もう金網の中もそれから外も騒然としてまいりました。今日の大宮スケートセンターラリアート一戦、これは決まりました。アジアが行きます。2人の体重を合わせて200キロ近いという、まさに肉弾戦が展開されております。さあアジアが行った、ブレンバスターです。金網に囲まれました。誰の手助けもありません。アジャコングブルナカノに襲いかっております。軽く蹴りを入れました。今日はブルナカノの動きが体重が増えているだけに、今一ついつものブルナカノとはいやが違うんじゃありませんか。ちょっと2人とも動きが遅いかもしれないですね。金網、ね、に囲まれてるっていう心理的なものがありましょうか。あるかもしれないです ね息が上がってるかもしれないですね、やはりね、相当この金網デスマッチというのは心理的にね、選手に圧迫感みたいなのが与えるんじゃありませんか。そうですよね、いつもね、こう上がない広いところでやってるのに、そうそう、なんか閉じ込められてるなって感じで、はいはい、それから例えば気分を変えるためにね、場外戦なんかレスリング
よくあの選手たちがやりますでしょ、そういった場外戦なんか簡単にできませんので、場外に逃げて一息入れるってことが、ジャガーできないじゃないですか。できないですからね。さあ、また投函が出ました、どうもあの確かに先ほどからバイオネスアスカが指摘している通り、ブルドック KT の動きは確かにおかしいところがあります。さあ、投函が入れました。しかし今の投函攻撃に対しましては、ブルドック KT 一応あの注意を与えている。今度は脳天に、レフリーの脳天に一発投函攻撃であります。さあ、今の投函攻撃でまたあのブルドック KT 変わるんじゃありませんか。あーっとねえ、とうとうレフリーも額を切ってしまいました。さあ、まあ、本来あのこうして一応金網に囲まれた試合ということになりますから、レフリーがいなくてもいいようなケースもあるんですけどもね。あーっと、また投函攻撃であります。あまりレフリーに対しましてね、こういったあの反則攻撃を続けていると分かりません。今日は一応お客様として全日本女子プロですが、ユニバーサルレスリング連盟のレスラーでありますブルドック KT を迎えてのこの一戦であります。あまりレフリーには手を出してもらいたくありません。さあ、今度は足を持った。さあ、おーっと、昨年に、ね、合わせてあの足を攻撃しているんですけども、あるいはあの相当左の足を痛めているんでしょうか。今度はキック攻撃が出ました。投函で今痛めつけられた方の足が出ました。おっと、また投函攻撃。あ、今度は両手を広げました。あ、やはりあのレフリーとしては怒ります。やはりあのあれは外に出した方がいいんじゃないでしょうかね。叩きつけました、ブルナカノ。さあ、ちょっとあの2人の動きがですね、こうして見せますと緩慢な感じが阿部さん出てきてるんですけども、このあたりはどういうふうにご覧になりますか。でも相当だいぶあのダメージが蓄積されてますね。なるほどね。という間強烈な3連発4連発がこれはアジャコンギじゃなきゃ受けられません。さあ、おっと、初めて金網を使おうとしております。あーっと、一気に落ちました。いやー、それから金網の間の空間に落ちました。今ブルナカノは何をしようとしたのか。今度はアジャコンギが一気にあの金網を越えようとしているんでしょうか。これまた引きずり落とされました。また投函を持ち出しました。もう投函がぴちゃんこになってますんで角ができてましたね。危ないですよね。ブルナ走ってますね。そうなんですね。あれは危ない。レフリンがもう朦朧としております。あーっと、また今度は左の膝当たりを攻めつけております。アジャコンギではあります。これ阿部さん、今ね、最初にあのブルナカノが金網を越えようとしましたでしょ、次にアジャコンが越えようとしましたでしょ。試合をやっていて、やはり金網から逃げてくれば勝ちなんですか。そうなんですね。要するに相手が KO されるというのは、そういう止める力がないと。なるほど、ね、だから KO 状態で越えられればいいこと、ね。しかしやはりあのこのリングの上から2メートル50ありますから、2メートル半ですか、50ありますから簡単には越えられませんよね。そうですね。今度はヌンチャックが出ました。しかしこれを逆にアジャコングが使っております。アジャコングが返り血を浴びております。相当キックが多くなりましたね。さあ、そこを狙っております。なるほど、やはりあそこは切れてるんですね。ですから徹底的に狙っているわけであります。最初はね、あの膝のあたりを痛めてるかなと思ったんですけども、やはり投函攻撃で相当太ももが切れてるんですね。さあ、さあ、このまま逃れることができるか。簡単には逃れられません。ああ、今あのちょっとね、これは逃しちゃいけない、これは逃しちゃいけない、これは逃すわけにはいかない。ああ、後ろから追っていった。逃れるか、これはうまく逃れる、このまま逃れれば勝ちということになります。あーおっと、おかしい、レフリーの動きがおかしい。アジャコンギが今完全に金網を乗り換えて降りました。エプロンに降りました。これで決着がついたのか、これで決着がついたのか。ブルナカノ左の太もも大きく切っております。左の太ももを切っております。これで決着がついたんですか。ルール上はこれで決着ということになりますね。しかしね、これはあのブルナカノほとんど動けませんでした。追っていけませんでした。
完全に決着がつきましたが、まああえて言えばアスカ、はい、ヤンヤンのブルドッグ KT が力を貸しましたね。今のは完全にあのブルドッグ KT が肩を貸して、ブルドを邪魔しました、ね、これはそうだそうだ、完全にねアジャコングの肩を持ちました。文字通り肩を持ちました。いや本部席で今マイクを持っているのはアジャコングですか。そうです、アジャがね、ザマを見ろと。なるほど、アピールをしてますが捨てゼリフを残しているわけでしょうが、しかしブルなんかね本当に怖いそうですよ。いやしかしね太もも大きく切っております。傷が相当大きいようであります。ブルがほとんど歩けない状態になってますからも、はい、相当深い大きな傷であります。完全に大きく割れております太もも。アジャコングが今金網の外からブル中野に対しまして何事かわめいております。いやブルがいかにも残念そう。ベリーこの次はこのまま次じゃないことやるな。お前アジャコングが高い金網をね今完全に乗り越えて場外に出ました。ブルコンブルも負けておりません。うるせえ、どんなことするのできやがって公約を果たしただけだからよ。おお、アジャらしい短歌。いいな、この次だな、スリーダメルクまでてめえが乗ってやるんだに。ブルも呆然とした表情であります。ブル呆然としております。それにしてもこれ以上戦うには左の足大きく深く傷つきすぎました。やはり試合続行は無理でしょう。ねえそうです、お客様レフリー帰れというレフリーに対しまして帰れコールが湧いております。当然です、アジャコンに対しましてちょっとねピーチをしすぎました。レフリーに対しまして今レフリー帰れコールが湧き起こっております。まあ、あのせっかくユニバーサルレスリング連盟からね現役のレスラーが入ってくれたんですけども、こんなあの一方的なレフリングをやるようだったら助けを借りる必要はありませんでした、ね、その通りですね、はい、できるから今度はブルナカのマイクを取りました。塩野さん、はい、こんな負け方で引退なんかできるかと言ってますね。それはそうです。もう一度やらせてくれ、今血の叫び、まさに血の叫びであります。当然でしょう、まあ、あの一部にはねブルの中のこの試合に負けたら引退だと引退をかけた一戦みたいなことも言われてましたからね。しかし今のは納得がいきません。もう一回もう一回チャンスをブルの中の、あーっと今また入ってまいりました。どうしたんですか今、よしいいぞと、もう一回チャンスを与えろと、お、まだ何かしようとしておりますが、もうこれ以上高わせる必要はありません。これ以上高わせる必要はありません。もう完全にね操縦と化しております。あ、じゃあ今後早くあのブルの中の控え室に連れ帰った方がいいんじゃありませんか。左の太ものを大きく深く切っております。ブルの中のこれ以上試合をやるのは難しい、ちょっと無理であります。しかし恐るべき投手でありますアジャコング。まあ、最後はあのちょっとレフリーの機械な動きもありました。それからブルの中野がね大きくあの傷つくということもありまして、まあ、あの後味はあまり良くはないんですけども、もう一回阿部さん、やはりあのブルのためにもアジャのためにもチャンスを与えたいという気がしませんか。そうですね、やっぱりすっきりした試合を見たいですね。そうそう、やっぱり獄門島のナンバーワンとナンバーツー、そうそう、力と力でぶつかって、うん、それにプラス金網デスマッチというのが、そうなんですよね、やっぱり一番こうすっきりしますね、うんうん、ね。ですから今日はあのレクリーのあり方にも疑問があります。最初からライオネスアスカもねあの心配しておりましたが、とにかくあのもう一回もう一回ブル中野にはチャンスを与えてあげたい、これはファンの気持ちでしょう。三宅君、はい、インタビュールームにね、うん、アジャが今ちょうど帰ってきました。そうですか、はい、カメラマンのフラッシュ盛んに浴びてますが、
今日の結果っていうのはアジアさんはどういうふうに考えてるんですか。最初に言った通り、何やってでもどんなことしても金見ながら出てくるのは自分だって言った公約を果たしたまでで、うん、何かね、あのレフリーとの癒着みたいなものを、そんなものは向こうが勝手にやったことだ。別にこっちが頭下げて頼んだわけでも何でもない、向こうが勝手にやっただけの話で、私は一切感知しない、うん、よし、完全に太ももばかりを狙ってたような感じですね。やっぱり怪我してるところ攻めるのは鉄則だから。初めから考えてた。いや、アルミでちょうど叩いたら切れたから、うん、だったらここガンガン狙っていくしかない、うん、隙見つけてやるしかないわけだから、うん、これでアジアさんはブルを超えたと、そうに考えてます。まあとりあえず公約は果たしたけど、まあこんな形じゃ誰もが望んでないことだろうからね、うん、まあとりあえずプロレスは綺麗事だけじゃできないから、うん、とりあえず形はどうあれとりあえず今日は勝つのは勝ったけど、次はやっぱりこういうルールじゃなくてタイトルかけてね、うん、きっちりこの次はホール、うん、KO ギブアップ、うん、必ず必ず再戦ありますね。もちろん向こうもその気なんだから、うん、今度はじゃあピンフォールでもちろんルーさんに勝つと。そう、その時もやっぱり勝つためには手段は選ばないし、うん、だいたいそういう教えをしたのはあいつとかダンプなんだから、うん、そういうふうに教えてきたのはあいつらなんだから、うん、その教えに従ったまでなんだから、うん、そうですか。じゃあ再戦の時を、再戦の時は絶対今あいつが持ってる 3WA のベルト私が取ってトップに立つ。わかりました、どうもお疲れ様でした。放送席何かありますか。いや、根性の座った不敵ないい顔になったなアジャコングはね。はい、うん、改めてね、はい、ジャガーの印象を期待ですね。そうですね、初めて見るということでいろいろ期待を持ってね、うん、見てしまったんですけど、はい、思ったより動きがなかったんでね、うん、少し残念かなとは思ったんですが、うん、大きい2人ですからね、うん、それなりの見せ方もあったんでしょうから、うん、あれですけど、まあ、今日は何やかや言ってもやはり最初にやはり相当深い傷を負ったっていうのもね、良くなかった。それからレフリーの問題も最初からアスカが指摘したようにありましたし、今度はすっきりした形でやはり何といっても今獄門島のねナンバーワンとナンバーツーである意味では全日本女子プロレスの頂点に立ってるわけですから、すっきりしてチャンピオンベルトをかけてって今話がありましたが、当然再戦はそうなってもらいたいですね。そうですね、同じタイトルですっきりクリーンな決着という感じですね。本当ですね、はい、今日はなんともちょっと興奮いたしましてね、最後は後味が悪かったんですけども、それでは今日のフィニッシュ技をご覧いただきながら大宮スケートセンターからお別れすることにいたします。ごきげんよう。